ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。この動画で紹介しますのは、株式投資のプロの二次三次株の銘柄分析なのですが、これがクソの役にも立たないと話題になっていたので紹介します。話題になっていたのは、この赤線の部分、海外展開強化の方向性もあります。すでに、売上の約 25% がアジア、米国による売上です。設備ビジネスではない分、他業種よりもスピード感を持って海外展開できるでしょう。うん、もう海外展開全滅した後なんですよ、二次三次。同業他社のホロライブのカバーがアメリカに子会社設置するって話だけ聞いたら、今後海外で伸びるって思うよな。二次三次は、海外から嫌われすぎて復帰不可能なレベルやのにな。中国グループは、全く人気が出ず、インド、韓国、インドネシアから撤退、英語圏も、壊滅的打撃で、もう海外展開は見込めないんですよね。仮に、新たに展開したとしてもまた失敗するのは目に見えてます。表面だけ見てたらエニーカラーがどれだけ無能かってのはわからないからね。まさか、海外の評価を未だに下げ続けてるようなバカすぎる運営だなんてわからないよね。逆に言えば、こういうプロの表面的な分析だけ見て株を買うと失敗する可能性があるってことやな。二次三次は、最初に採用したタレントが、偶然たまたま優秀すぎたせいでここまで来ただけですからね。実際、新規ガチャで超スーパーウルトラレアを引けなかったボイズ、夢のグラフィア、スリー、インドネシア、韓国、インドは撤退。英語圏は、それなりにガチャ運が良かったですが、クソ運営のせいで衰退。最強ガチャで適当運営でも1位だった二次三次ジャパンは、弱い手札で工夫して戦ったホロライブに追い抜かれる始末です。実際、こういう状況の企業が上場することなんて、まずないでしょうから想定できないのは当たり前ですね。タレントガチャの試行回数が多いこと以外何も強みないし、カナエとクツハを連れてきた幹部の岩永は独立したしな。ガチャ頼みでタレント育てるノウハウ未だに何も持ってないっていうね、悲しいね。皆さんは、株を買うときは、プロの意見を盲信しないようにしましょうね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。